では自己紹介お願いします。堀本健です。今仕事は変な遊びを作ることです。非日常クリエイターという肩書きを名乗っています。具体的にはどんなことやってますか？そうですね、まあ、自分のやりたい変な遊びをどんどん実現させていくっていうのが僕のやりたいことなので、最近だと渋谷ハチ公前でフリーハゲって書かれた看板をこうやって持って、で食いついてくれた通行人にバリカンを渡して頭を刈ってもらうっていう遊びをしました。今だいぶ伸びてきてこういう状態にありますとか、あとそうですね、最近だと、テッド風のすげえかっこいい舞台ですげえかっこいいプレゼンをするんですけど、プレゼンの内容がみんなのフェチっていうフェチプレゼンっていうイベントをやったりしました。そんなようなことやってます。そういうのはどういったきっかけがあってやろうと思ったんですか？そうですね、僕があんまりもともとバーベキューとかボーリングとか、なんかそういう普通の遊びが好きじゃなくて、僕これ消費する娯楽って呼んでるんですけど、大体展開いつも一緒じゃないですか。バーベキューするぞってなったら、まあ、なんか買い出しでわちゃわちゃして気付かないっつってちょっと盛り上がって、バーベキュー中に誰かキャッチボール始めて誰かが川に落ちて終わる、大体同じ流れを毎回繰り返してるだけだなと思って、僕はあんまりこれが好きじゃなかったんです。だから新しい体験、みんな誰もまだやったことのない遊びをやるっていう生産する娯楽を僕は作りたいなと思ってまして、でみんなにもそこを味わってもらいたいなと思って、それをイベントにしたりっていう形で、そうですね、みんなに新しい遊び、非日常体験をお届けするっていうのを始めることにしました。では今後の展望について聞かせてください。そうですね、僕がやりたいのはやっぱりその新しい遊びをどんどん作って、でみんなも楽しんでもらうし、僕自身もやりたいことをやっていくっていうのがビジョンなので、思いついた変な遊びは何でもやりたいなと思っていまして、今僕が注力しているのがあの村プロジェクトっていうプロジェクトをやっていまして、それはそうですね、ダッシュ村、鉄腕ダッシュの中のダッシュ村のようなことで、何もないだだっ広い1400坪の土地を借りて、そこにみんなで一から村を作っていくっていう感じのことをやっていまして、まあ、今本当にこの間家を建てようっていうワークショップをやって、2泊3日でみんな頑張ったんですけど、まあ、結局家は半分ぐらいしか建たずまあ今半分ぐらいできてる家が建ってるっていう状態なんですけど、ここから先本当にもっとフルパワーで人集めて、そこにどんどん家建てたり井戸掘ったりっていうことをして村づくりを進めていきたいなというふうに思ってますし、あともう本当に思いつく変な遊びを全部やりたいと思ってますんで、そうですね、今進めてるので言うと、こういう平たい浮き輪、海で浮かべて寝るようなやつ、あれをものすごい数つなげたら島になるんじゃないかと思ってまして、それを島にしようっていうプロジェクトも今やってたりします。とにかく思いついた変な遊びを全部やって、みんなにその体験を届けようというふうに思っています。はい、ありがとうございました。